どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ゴールデンウィークがね、とうとう始まりますということで、海外旅行ね、行かれる方かなり多いと思いますので、本日はですね、おすすめのね、決済方法、まあ、キャンペーンをですね、紹介ね、していきたいなと思います。ということで、海外旅行ね、行かれる方いらっしゃいますかね。私もね、ゴールデンウィーク、アメリカの方にね、今回初めて子供とね、二人で行くということで、かなりね、ワクワクと不安をね、同時に感じている感じなんですけども、皆さんもね、海外旅行行かれますでしょうか？ということで、今回ですね、紹介させていただくのは、こちらね、先日、不正利用を食らいました、レボリュートのですね、またね、ソニーバンクウォレットでも今ね、お得なキャンペーン、こちら私 ANA のやつなんですけども、やっておりますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。まずですね、レボリュートのキャンペーンからですね、まず一つ目のキャンペーン、こちらということで、毎週最大1500円キャッシュバックキャンペーン実施中ということで、こちらね、メール来てる方ね、結構いらっしゃるかななんていうふうに思うんですけども、毎週ね、1500円がね、キャッシュバックされるということで、めちゃくちゃお得なキャンペーンに見えるんですけども、ハードルがね、かなり高いキャンペーンっていうふうになってるんですよね。こちらは2023年の4月の26日から6月30日までに、銀行から振り込みをしていただいた資金で、このレボリュートをですね、国内外、こちらのキャンペーンは問わずですね、利用していただくと最大ね、1500円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンっていう風になっております。で、キャッシュバックのね、率なんですけども、レボリュートにはですね、プランがありますよね。まあ私はね、年会費のかからないスタンダードプラン契約してるんですけども、スタンダードプランの方は 1%、プレミアムプランの方は 1.5%、メタルプランの方は 2% っていう風になってるんですよね。で、こちらが毎週の上限がね、最大1500円までっていう風になっておりますので、まあこちらね、わかりやすくね、キャッシュバックを最大額もらうにはということで、まあ私みたいにね、スタンダードプランの方は、まあ、15万円を銀行から振り込んでいただいて、15万円ね、利用していただければ、1500円がね、毎週キャッシュバックされるっていう風になります。こちら全部やると、かなり長い期間やりますんで、本当に全部参戦すると100万とかかかってくると思うんですけども、まあ150万か。はい。まあ、利用予定のある方はですね、こちらね、まあ、できるだけ利用していただくのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、先日ね、私、不正利用もね、食らいましたので、自己防衛はね、確実にしていただいて、利用ね、していただければな、と思います。で、こちらのね、キャッシュバックは受け取れる時期なんですけども、6月の中旬に、毎週日本円でレボリュートのアカウントに贈呈しますということで、まあ、こちらね、アプリの方でね、確認することができるっていった形になります。こちらはね、レボリュートの一つ目のキャンペーンですね。で、もう一つがですね、こちら、海外旅行の支払いで、5% キャッシュバックということで、先ほどのキャンペーンはですね、どこで利用していただいても OK なキャンペーンなんですけども、こちらのキャンペーンは海外でね、利用していただくとですね、 5% キャッシュバックされるっていうキャンペーンになります。こちらはですね、期間が2023年の4月の28日から2023年の5月の14日までっていう風になっておりまして、ご料金額の 5% をですね、最大上限2000円までですね、キャッシュバックしていただけるっていうキャンペーンになります。またね、抽選で3名の方に1等1万4等5千キャッシュバックしていただけるそうなんで、まあ3人なんでね、まあなかなか当たんないと思うんですけども、一応ね、こういったキャンペーンも同時にね、開催されます。こちらもですね、銀行からチャージしていただいて、なおかつ国外でね、利用した分がこちら対象っていう風になりますんで、こちらね、日本の国内決済であったり、ネット決済とかね、まあこういったものに関しては対象外になりますんで、この点をね、注意していただければなと思います。で、今回のキャンペーンね、対象支払い金額は 5% で上限が2000円っていう風になっておりますんで、4万円利用していただくと上限いっぱいのね、2000円がね、獲得することができるっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいてください。こちらのキャッシュバックの受け取り時期が、6月の中旬、レボルトアカウントにね、直接キャッシュバックがね、贈呈する予定っていう風になりますんで、まあ、こちらのキャンペーンがね、5% で、先ほどのキャンペーンが 1% ということで、まあ、先ほどのはね、国内外両方とも利用することができるっていう風になりますんで、両方合わせると、レボリュートはですね、6% 還元でね、利用することができるって言った形になります。で、こちらね、銀行からね、振り込んでいただいて、レボリュートでね、使っていただく必要がございますので、
2022年ね、世界一周行った時に土日にね、この振り込みをしたらですね、3日間ぐらいね、かかったんですよね。ですので、もしね、こちら利用されたい方は、できるだけ早めにね、振り込みしといていただければなと思います。私もね、海外行くの、ゴールデンウィーク中ね、決まっておりますんで、できるだけ早めにね、チャージしておきたいなと思います。それでは次にですね、ソニーバンクウォレット、こちらもですね、キャッシュバックキャンペーンがね、やっているということで、こちらですね、ソニーバンクウォレットを海外で利用すると利用額の 5% キャッシュバックということで、こちらね、結構前からキャンペーンやっておりまして、2023年の2月の15日から2023年の5月の14日までっていう風になります。で、こちらのね、ソニーバンクウォレットの方はですね、キャンペーンのエントリーが必須になっておりますので、概要欄に公式サイトを載せておきますので、こちらね、エントリー確実にしていただいてですね、利用ね、していただければなと思います。で、条件がですね、海外で対面でのお買い物っていう風になっておりますんで、またね、ソニーバンクウォレットね、この ANA のカードもね、対象なんですけども、まあ、それ以外にもですね、ソニーバンクウォレット高島屋プラチナデビットカードとか、プレイステイデザインとかね、あるみたいなんですけども、まあ、そういったカードもですね、対象になっております。で、こちらね、5% のキャッシュバックということで、対象支払い金額は10万円利用していただくと、上限ね、こちらのキャンペーン5000までっていう風になっておりますんで、10万円利用していただくと、5000ね、キャッシュバックされるっていった形になります。で、こちらのキャッシュバックの時期が2023年の7月下旬までに、ソニー金行の円口座に入金っていう風になっております。ということで、今回ですね、ゴールデンウィークにね、海外行かれる方にですね、ぜひね、こちらの2つのキャンペーンね、利用していただきたいなと思って動画ね、作らせていただきました。まあ、ぜひね、まあ、ちょっと今からカード発行するのね、間に合いませんので、こちらのカードね、保有されている方は、ぜひね、今回のキャンペーン利用ね、していただければなと思います。ソニーバンクウォレットの方はね、エントリー必須になりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私もツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。